本当は教えたくない税のデメリットをお伝えします。平井セレクトの山本です。本日は本当は教えたくない平井のデメリットというテーマでお届けしていきます。今平井の支持率が上がっているということで、平井のメリットはすでに皆さんご存知だと思います。 YouTube でもインターネットでも平井のメリットってたくさん情報があると思うんですが、意外とデメリットについて触れられてないんですよね。そこで本日は平井のデメリットを包み隠さずお話していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速なんですが、平井のデメリットはこちらになります。1つ目が広い土地が必要、2つ目が建物が割高、3つ目が防犯性、4つ目が水害対策、5つ目が音響。それではですね、一つずつご説明していきます。平井のデメリットの一つ目の広い土地が必要、このご質問非常に多いです。結論からお伝えすると、2階建てに比べると土地の広さはやはり必要です。ただですね、これはそもそも建物の大きさにもよりますし、駐車場やお庭、ウッドデッキなどのありなしによってかなり変わってきます。建蔽率といってですね、土地の面積に対してどれくらい家が建てれるのかによっても変わるんですが、分かりやすく弊社のお客様のケースでいくと、2人暮らしの方ですと18坪からまあ24坪ぐらいのサイズの平屋が一番人気なんですが、岐阜県だと1人1台ぐらいの車を持っているケースが多いです。駐車は2台分、お庭の広さも欲しいなとなるとですね、土地の面積はだいたい50坪から60坪ぐらいあるといいかなと思います。またですね、ファミリー世帯ですと25坪から30坪ぐらいのサイズの平屋がやはり人気になりますので、駐車場はやはり3台から4台分を確保してお庭のスペースを考えると、土地の面積はですね、60坪からやはり70坪ぐらいあるといいのかなと思います。中にはですね、弊社で45坪の土地に21坪の平屋を建てて2台分の駐車スペースを確保して建てられたお客様もいらっしゃるので、違いにですね、平屋を建てるには絶対広い土地が必要とは言い切れないんですね。これは参考までにはなりますが、平屋セレクトの方ではお客様にお伝えしている平屋を建てる際の理想としてなんですが、敷地の面積に対して大体ですね、4割ぐらいのサイズの平屋を建てられるのがよろしいんではないかなと思います。そもそも岐阜県の場合はですね、都心と比べて土地の価格がそこまで高くはないんですね。都心部にお住まいの方にはきっと驚かれると思うんですが、岐阜県では60坪の土地をですね、500万円ぐらいで購入して1000万円台のコンパクトな平屋を建てる方もいらっしゃいます。なので下手すると1000万円台で土地と新築平屋がかなってしまうっていうこともあるんですね。ということで、広い土地にお庭と駐車場を設けて、とにかく大きい平屋を建てたいという方もいれば、駐車場やお庭はそんなにいらないから、ある程度土地に必要最小限度のですね、平屋を建てたいという方もいらっしゃいますので、違いに平屋イコール広い土地が必要とはいうふうにならないということは、今回のことでお知りおきいただきたいと思います。平屋をご検討の際にはですね、住んでからのイメージをしていただいて、建物のサイズやお庭のスペースや駐車場などについてはご家族様でよく話し合って土地の計画をしていただければと思います。平屋のデメリット2つ目の建物が割高、このですねご質問も非常に多いです。平屋は高いというイメージやっぱり皆さんありますよね。今回事例を挙げて説明したいと思います。30坪の平屋と30坪の2階建てを比較した場合を例に、こちらの断面を見ていただけると分かるようにですね、屋根面積と基礎面積の違いに注目していただきたいなと思います。屋根面積とですね、基礎面積は平屋の方がやはり大きくなってしまいます。同じ坪数のですね、2階建てと平屋を建てた場合は、平屋の建築費用の方がですね、どうしてもやはり高くなってしまいます。同じ坪数なら確かに平屋の方が割高なんですが、こちら平屋と2階建ての同じ 3LDK を想定してですね、ちょっと掲示させてもらいましたけれども、平屋にはないんだけれども2階建てに割と発生してしまうものっていうのが、こちらのオレンジ色の部分、私どもですね、非生活空間というふうに呼ばさせていただいてるんですが、それはですね、階段、廊下、また2階のトイレ、バルコニー等ですね、オレンジ色の部分の面積がですね、だいたい5坪から7坪の面積を取ってしまっているのが一般的かなと思います。結論なんですが、平屋って本当に高いのっていうところなんですが、2階建ての30坪を建てるとなるとですね、
平屋で行くと非生活空間がない分、5坪分ぐらいは最低でも家は小さく作れるのかなっていうのが平屋の特徴になります。ここでちょっと押さえていただきたいポイントなんですが、家がですね小さく作れるっていう、やはりこれメリットが実はあるんですね。皆さん毎年ですね、住まい建てた後にかかってくる固定資産税というものが維持をしていかないといけない費用なんですが、もちろん大きい家より小さい家の方が税金も安くなるということで、コンパクトな平屋っていうのは税金も軽減できるので一石二鳥でいいですよね。またですね、お住まいを建てていただくと必ず必要になってくるのが外壁のメンテナンスです。外壁のメンテナンスに関してお伝えしますと、平屋の方がやはりお得なんですね。これはなぜかというと、平屋は1階のみの低層の建物なので、外壁のメンテナンス時に足場を組まなくていいという場合も多いです。2階建ては必ずですね外部に足場を組まないといけないので、このメンテナンスの工事費用も忘れずに考えておいていただきたいなと思います。平屋のデメリット3つ目の防犯です。こちらも皆様が大変気になるところだと思います。結論からお伝えすると、防犯対策がしっかりされていれば平屋と2階建て差はないんですよね。ということでこちらのデータを見ていただきたいんですが、住宅で発生した侵入窃盗の手口を表しています。留守の時に侵入する手口のですね、空き巣が 57%、 夜間に住人が就寝中に侵入する手口の忍び込みが 23%、 住人が在宅中に気づかれないように侵入する手口の居空きが 4% になっています。空き巣や忍び込みはよく聞くことがあると思うんですが、居空きってなかなか聞かないですよね。よくあるケースなんですが、2階建てのお話なんですが、1階のバルコニーでですね、洗濯物を、干している最中に1階に忍び込んで金品を盗むみたいです。うちにいる時にもし犯人とばったり遭遇してしまったら本当に怖いですよね。次に住宅の侵入窃盗の方法を見てみますと、鍵の閉め忘れである無締まりが最も多くですね、 48.6% と全体の約半数を占めています。次いで多いのがガラス破りで 32% となっています。ゴミ出しなどのですね、数分間の間でも鍵を閉めないと怖いですよね。私たちができる防犯対策として、アルソックとかですね、セコムなど、もちろんコストをかければかけるほど防犯対策を強化することはできるのですが、その分工事の初期費用や月額費用もかかるので、誰でも気軽に導入するとなると少し難しいのかなと思います。私たちがお客様にお勧めしている平屋の防犯対策として一番大切なのは外交計画ですね。2階建ては大半の方が寝室や子供部屋を2階に配置するのに対し、やはり平屋はですね、1階の部分低層なので、もちろん住居スペースが全て1階に集まってしまいます。外交計画は外から視線を遮る高い部屋ですね、植え込み等の外交、いわゆるクローズ外交というのは、敷地内に侵入した泥棒にはかえって好都合なんですね。オープン外交にすることによって狙われにくくなるんですが、プライバシーも守りたいという方いらっしゃいます。平屋植え込みの高さはプライバシーが守られつつ防犯効果も期待できる、高さ的には1メーター20センチから1メートル40センチぐらいまでをお勧めします。そして泥棒が侵入するときに気にするのはやはり足音ですね。お庭に芝を敷いているとやはり足音がしにくく、とても危険です。また綺麗に整えられた余裕のある裕福な家というですね、印象を与えてしまうので、狙われる可能性も高くなります。そこでですね、窓の下など踏む部分ですね、音の出る防犯砂利を敷くことを、防犯効果が非常に高まりますのでお勧めしたいと思います。またこれも意外とですね、落とし穴になるんですが、それはやはり窓の近くにはですね、できるだけ物を置かないこと。窓の近くに物を置くことでですね、窓から侵入する泥棒の踏み台になってしまうので、泥棒の好都合にならないようにですね、窓の付近には物を置かない、これをご注意してくださいね。あとはですね、外部につける人感センサーや防犯カメラ、防犯フィルムとですね、割とお値打ちに対策ができるかなと思います。防犯設備は保険のようなものなので、つけなくても大丈夫かなと思いがちですが、被害が起きてから公開しては手遅れになってしまいます。大切なご家族が安心してですね、安全にまた暮らすことができるといいですよね。コストをかければいくらでも防犯対策ができるのですが、やはりその分コストもかかってしまうので、ご家族でよく話し合って後悔のしないマイホーム作りになることを願っています。最初の方でもお話ししましたが、侵入方法の約半数がですね、鍵の
閉め忘れ空き巣被害なんで、まあ、2階建て平屋に変わらず、まあ、気をつけましょうね。平屋のデメリット、4つ目の水害です。平屋は1階のみの低層建物なので、2階建てに比べるとやはり水害が気になりますよね。あいにく岐阜県は海に隣接していないので津波による水害被害はないんですけれども、岐阜県は土地の約 80% 近くがですね山地で、その多くは森林で覆われていますので、ある程度山の方で水を蓄えることができるんですが、長期的なですね大雨が降り出してしまうと洪水が一気にですね下流の方に流れ込んでですね、なので昔は大雨が降ると低い土地では洪水による水害が多かったんですね。今では治水対策として堤防やダム、放水路などがあるんですが、川による水害被害はあまり考える方は少ないんですが、堤防は決壊しないとはやはり言い切れないんですよね。そこで岐阜県で平屋を検討している方にぜひこれだけは押さえてほしいポイントがあります。それはですねハザードマップの確認、これは絶対に行ってください。今は当たり前になっていますが、ハザードマップというのはですね住所を入力していただきますと、洪水、土砂災害、高潮、津波のですねリスク情報などをですね掲載してくれるものになっています。特にですね土地から新築を計画する方は必ずこのハザードマップをですね確認した上で土地のご購入をしてください。あとですね平屋を建築する場合、万が一の水害に備えてですね地盤を盛り土して周辺の土地よりですね家の地盤を高くしたり基礎を高めて設定していくことをお勧めいたします。平屋のデメリット5つ目、音響です。平屋はまあ2階建てに比べて先ほどお話したようにですね廊下や階段などのデッドスペースがないんですね。これはですねメリットにもなるんですが、実はこれがデメリットにもなってしまうんですね。平屋は1階のみの建物なので間取りにもよるんですが、どうしてもリビングやですね居室が隣接してまいりますので、家の中によるまあ生活音が伝わりやすくなってしまいます。この生活音というのは話し声や足音、扉の開け閉めなどですね。2階建ては2階から足音がすると思うんですが、2階建ても平屋もですね生活音を完全になくすっていうのは少し難しいのかなと思います。平屋の音響対策としては、あえて、廊下を設けて居室同士のですね距離を離す方法や、リビングと居室の間にですね収納スペースやクローゼットなどを設けて音響を防ぐ方法もございます。また水回りの排水音に関しては、隣接するお部屋の、壁にですね吸音材っていうものをですね設けることでかなり対策ができると思います。間取りの取り方一つでですねこの音響問題が軽減できるので、平屋を計画しているぜひ担当者さんにですねご要望をお伝えいただければと思います。本日は平屋専門のプロが教える本当は教えたくない平屋のデメリットというテーマでお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。平屋をご検討されている方の参考になれば幸いです。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。